イテム番号、SCP-635JP、オブジェクトクラス、ユークリッド。SCP-635JP が発見された、山の山林内。特別収容プロトコル、SCP-635JP は西経、タギ、北緯、との地点にある半径 2km の範囲に隔離されます。対象は併設された管理施設にて管理され、施設周辺及び管理施設は財団所有の電力会社の変電所に偽装されます。周辺警戒中のセキュリティ担当者は一般人の接近を阻止してください。説明。SCP-635JP は年齢57歳身長 176cm 体重 50kg の日本人男性です。対象は本名、国吉といい、戸籍調査を実施した結果身元が判明しました。SCP-635JP は24年前の東京都品川区近辺での目撃情報を最後に失踪しており、しかし、失踪届や捜索願いなどが提出されていなかったことから財団に発見されるまで全国を放浪していたと思われます。対象自体にはある一点を除いて何ら体質的な異常性は見られず、通常の人間と大差ありません。しかし、その異常性から屋外での収容が必須であり、現在 SCP-635JP が発見された区画を封鎖して収容体制を維持しています。SCP-635JP の異常性配置日に1回観測され、対象の半径5メートル範囲内の上空から成人女性の遺体が落下してきます。遺体の身元は1900年11月7日に自宅マンションから飛び降り自殺をした、吉越本人であることが判明しており、遺体は着地後も消失することなく存在し続けます。そのため、SCP-635JP がそれらを消費しない場合は同様の容姿や DNA を保有した遺体が増加し続け、SCP-635JP が消費すること以外で対象を処分することはできません。SCP-635JP のもう一つの異常性として、常に空腹状態でありかつ落下して機体体以外の接触が制限されるというものがあります。もし、SCP-635JP が遺体以外のものを接触しようとした場合、それらの物品は全て構内でオデイへと変化し、対象は即座にそれを吐き出します。結果、SCP-635JP は常に落下して機体体のみでしか栄養補給ができず、偏った栄養摂取のため外見は大変痩せています。またそれらを接触したとしても空腹状態は継続され、そのためか SCP-635JP は遺体の骨以外の部位全てを接触します。現在、これらのメカニズムの解明及び死体出現の瞬間などを捉える試みは失敗しています。しかし、着地時の遺体の状況などから、およそ12メートルの高さからの落下であることが判明しており、これらは、吉越の飛び降りたマンションの高さと完全に一致しています。ほい。SCP-635JP は2016年3月18日に山を散策していた一般人によって発見されました。当時、その付近ではエンジンが出現するという噂が広まっており、当初は財団もそれに該当する実態の調査を行っていました。その後、財団エージェントと研究員が対象を発見。捕獲した際に調査を進めた結果、前述の異常性が発覚し即座に収容体制が確立されました。現在、SCP-635JP には人体接触、特に脳の接触、に伴い発症するクールー病と類似している症状が見られます。それらの症状は主に、手足の震え、発音障害やどもり、歩行不可能なほどの運動失調等が該当し、また、眼球の不自然な挙動や暴言、突如洗い出すなどの症状から脳への障害も伺えます。これらの症状はクールー病における第2段階目に該当しており、本来であるならばすでに死亡している段階であるにもかかわらず、SCP-635JP の症例はそれらとは異なり第2段階の状態を常に維持しなおかつ重度の症状を抱えながらも生存し続けています。現在これらの病例に関しては、クールー病も含め治療法が確立しておらず、これらの治療を行うための研究も並行して行われています。以下は SCP-635JP との間で行われたインタビューの映像記録です。SCP-635JP インタビュー記録1。対象。SCP-635JP。インタビュアー、沼間博士。付記、場所は管理施設内部にある取調室。インタビューは異常発生の3時間前に行われました。録音開始。インタビュアー、どうも、さん。SCP-635JP。驚いたような動き、だ、誰だ？インタビュアー、私は沼間と言います。今日はあなたに聞きたいことがあって参りました。SCP-635JP。聞く、手足が震え、ろれつが回らない、俺に、は、話？インタビュアー、はい、あなたとお話がしたいんです。SCP-635JP、挙動不審な動き。インタビュアー、私はなぜあなたがそういった状況に陥ったのか、その原因を知りたいんです。お願いします。教えてください。SCP-635JP、それを、聞いて、何になる。インタビュアー、
もしかしたら、あなたのその症状や状態を解決する糸口になるやもしれません。現に、私たちはあなた以外にも多くのあなたのような状況で苦しんでいる人々をかくまっています。ですから、あなたの過去を私たちに教えてください。SCP-635JP、俺の、過去を、お前らに、俺、の、インタビュアー、そうです。お願いします。協力してください。6秒間の沈黙、SCP-635JP。眼球が左右に動く、俺は、こんな、惨めな、生活、送る、べき、に、人間じゃ、ない、そうなる、べきじゃ、なかったんだ。インタビュアー、SCP-635JP。俺は、昔は、商社マンだった、金も、持ってた。バブルの、波に、乗って、稼いで、稼ぎ、まくった、家も、金も、俺は、全部、持ってた。インタビュアー、はい。勤めていた会社についても調べてあります。SCP-635JP、女に、だって、困った、ことは、なかった。インタビュアー、はい。SCP-635JP、言い寄って、来る、女は、立たな、かった、全員、俺の金、目当て、だった、だろう、よ。その中でも、よく、つつくす奴は、いたが、所詮は、遊び、だ、俺だって、本気じゃ、なかった。インタビュアー。では、それがどういうわけで、このような事態に ?SCP-635JP、ある日、俺に、縁談が、来たんだ。インタビュアー。つまりお見合いですか。SCP-635JP、取引、先の、社長令嬢、だった、何せ、当時の、俺は、やり手の、商社マン、だったんだ、仕事も、できて、金にも、恵まれて、能力、だって、俺は、一流、大学を、出て、世の中、から、選ばれた、エリート、なんだ。インタビュアー、で、その方と結婚を ?SCP-635JP、突然机を叩く。インタビュアー。できなかったと。SCP-635JP。全部、よしこの、せいだ。あの女の、せいで、全部、俺の、人生、全部、とち狂った、俺が、あいつを。捨てて、結婚する、はずだった、女の、名前は、もう忘れた、が、とにかく、その、女のとこに、行くと、言ったら、あいつ、泣き、わめき、ながら、俺に、すがり。ついてきて、あんな、顔も、大したこと、なくて、体しか、取り柄の、ない、女が、俺と、釣り合うは和訳が、ないのに、煩わしい。インタビュアー、では、よしこさんが自殺した原因というのは、あなたが彼女を振ったから、ということですか ?SCP-635JP。あいつが、勝手に、そう勝手に、死んだんだ。俺は、何も、しちゃ、いない、なのに、あいつ、くそ、なんで、あいつの、マンションが、俺の、通勤ルートの、途中、なんかに、あったんだ。あいつ、俺が通り、かかるのを、見計らって、俺の、目の前で、飛び降りやがった、今でも、よしこの姿が、脳裏に、クソが、それからだ、それから、何も、かもが、おかしくなった、何も、食えなく、なった、食い物、が、口の、中で、泥になって、そして、ある時、あいつが、また、俺の、目の前に、現れやがって、あいつ、が、死んだ?あの時、見たく、いや、全く、同じに、クソが。インタビュアー、それは、普通のものが食べられなくなってからいつの出来事ですか ?SCP-635JP、知るか、知ったこっちゃ、ない、俺は、よしこのせい、で、人生を、棒に、振ったんだ、クソったれの、アバズレ、が、低所得、の、クソ女、なんで俺が、あんな女、ごときに、クソが、クソったれが。SCP-635JP が錯乱状態に陥ったため、鎮静剤が投与された ?SCP-635JP、クソ、俺の人生が。インタビュアー、今日はここまでにしましょう。録音終了。ほいに、2017年現在、SCP-635JP のホルモンバランスの変化が伺えます。現在、対象の男性ホルモンは減少傾向にあり、それに反比例して女性ホルモンの分泌が増加しています。
そのため、対象の男性器の縮小や少なからずの乳房の膨らみ、頭髪の成長などの外見的変化が見られます。またそれに伴い若返りも見られます。SCP-635JP 担当研究員はこれらの変化を記録し経過を観察することが担当委員会により決定しています。これらの記録を閲覧する場合は主任研究員の沼間博士の許可を得た上で閲覧してください。追記、以下の記録は担当職員でかつクリアランスレベル3以上の職員のみが閲覧可能です。セキュリティクリアランスの承認が必要です。承認しました。SCP-635JP には、国吉氏以外の別人格が存在しています。以下、SCP-635JP、2とする。なお、これらの情報は SCP-635JP に対して精神的な障害を発生させる可能性が極めて高いと予想されたため、SCP-635JP 本人にはもちろんのこと。情報漏洩防止の観点から限られた職員のみ閲覧が可能となります。SCP-635JP には自殺した、吉子氏と同様の記憶を有しており、人格の交代が行われた際は未知の原理で SCP-635JP の発する声が女性のものへと変わります。現在、SCP-635JP には不定期に出現していますが、SCP-635JP の女性化が進むにつれて出現頻度の増加が確認されています。以下は SCP-635JP の別人格と行ったインタビューの映像記録です。SCP-635JP にインタビュー記録。対象、SCP-635JP に。インタビュアー、沼間博士。不起、このインタビューは第5回目のインタビュー記録になります。なお、この人格が出現した場合のみ SCP-635JP の症状が完全になくなります。録音開始。インタビュアー、どうも、お久しぶりです。よしこさん。SCP-635JP に。声が女性のものへと変わっている、わい、沼間博士。お久しぶりです。インタビュアー、それで、最近の調子はどうですか？ SCP-635JP に、まあまあ、ですかね。こんな状況でこんなことを言うのもおかしな話ですが。インタビュアー、いえいえ、そんなことは。それでは、いつも通りいくつかの質問に答えてもらいます。よろしいですね。SCP-635JP に、はい。インタビュアー、では、あなたが自殺していこう。あなたの自我が目覚めたのはいつ頃ですか？ SCP-635JP に、多分、あの人が私を食べ始めてからだと思います。インタビュアー、そもそも、あなたにはもともとそういった能力があったのですか？ SCP-635JP に、いいえ違います。自分でも驚いているぐらいです。それに、最初からこんな特別な力があったのなら、多分あの人を引き止めることぐらいできていたはずです。インタビュアー、なるほど。お言葉ですが、あなたは今でも、国吉さんのことを？ SCP-635JP に、はい、愛しています。インタビュアー、私が言うのもあれですが、彼はあまり人格者であるとは言えません。今までの言動から推察するに、あなたと一緒になる前も彼はああいう口ぶりだったのではないのですか？ SCP-635JP に、ええ、そうです。インタビュアー、そして、あなたが自殺に至った原因自体も、彼の自分勝手な行動であることに間違いありません。それに関しても、以前のインタビューでもあなたはそうおっしゃっています。SCP-635JP に、それでも、彼を愛しているんです。インタビュアー、それはなぜです。SCP-635JP に、沈黙。インタビュアー、答えてください。SCP-635JP に、たとえ、それが遊びだったとしても、彼は私を求めてくれてた最初で最後の人です。そんな人と永遠に一緒になる。それ以外の喜び、それ以上の喜びを私は知りません。確かに、彼はあまり褒められた人間ではありません。簡単に人を蹴落とすし、誰かを傷つけることもたくさんしてきました。ですが、それでも私は彼のことを愛し続けたいんです。それは、彼の前で死んだあの時も同じです。彼の心の中に居続けたい。だから、あの時彼の前で死のうと思ったんです。そう思える人と出会えたことが、私にとってかけがえのないことだったんです。インタビュアー、彼は今もなお、あなたのことを否定し続けています。SCP-635JP に、知っています。インタビュアー、それでもあなたは、続けるおつもりですか？ SCP-635JP に、それが、死んだ私に残された唯一の愛情表現ですから。それに、インタビュアー、それに、SCP-635JP に、彼、私の名前だけは未だに覚えてくれてるんです。かすかに微笑む。録音終了。終了報告書。SCP-635JP-2 の出現は不定期に行われます。再度、SCP-635JP-2 が出現した場合は沼間博士によるインタビューが行われます。